こんにちは、カメラマンの吉本喜一郎です。今回はですね、おすすめのレンズということで、この 17mm の 1.8 で撮った作品をご紹介いたします。一部ですね、僕の写真展で、EM1 マーク2で撮ったものとペン F で撮ったものも、後半混じりますが、前半のものはこの EM5 マーク3で撮ったものですので、ご覧ください。スモークツリーですね。雨の日のスモークツリー。1245もかなり揺れますけれど、この 17mm もかなり接写ができます。これワンクリックで、マニュアルにできるので、非常に便利です。 0.25cm まで揺れます。このワンクリック手前にやるとマニュアルでですね、このファインダーも非常に EM5 Mark III になって見やすいです。ですので 17mm つけて接写をするときは目測でこのピントのフォーカス位置を自分で確認しながら撮れます。これも 17mm ですね。もう全て 17mm ですけれど、これ森の中、雨の日の森の中は暗いって、まあその感じたままをですね、マイナス1の露出補正で表現しました。暗い森でこれそのままオートで撮っちゃうと割と明るいグリーンになってしまいがちなんですけれど、マイナス補正することで、シャドウ部も潰れるギリギリまでですね、持っていきますと、こうグリーンが、深みのあるグリーンが表現できます。1.8 開放ですね。マフ感で、バリアングルを使ってマフ感で撮ってます。でこれもですね、手前のお花はボケて、真ん中がフォーカスが来て、奥がまたボケてますよね。こういうことによって、なんかお花の遠近感みたいなものが、これ僕なんか全部にピントがかかっちゃってるよりは、こういった、空気感というか遠近感を表現したいので、よく 1.8 の、17の 1.8 開放で、接写で使えます。開放でも解像感あるんですけど、これは F4 まで絞ることによって、より、隅までですね、きっちり、解像感のある絵が出ました。今までの絵も全て、JPEG のスーパーファインの取っ手出しです。撮るときに露出補正をすることによってかなりイメージを、決めて絞っております。後から絵を、トーンカーブとかで調整するよりも、撮影時に露出の違うものを撮っておくということが、クオリティの高い写真絵作りにつながると思います。僕は撮った後はもう極力調整はしないように、撮影時に露出に関してはイメージ向けて絞り込んでおります。これも 17mm ですね。1.8 開放でもきっちりフォーカスのあったところはシャープに解像感出てますよね。水滴がバッチリ上から下まで出てると思います。これほんのカメラの角度によって、水滴がですね、真ん中だけにあったり、まあ、シフトすることによって、下の水滴がボケたりするんですけど、全体の水滴がですね、真ん中を中心に、上下の水滴もピントが合うように、カメラ自体をですね、少しこうアングルを変えたりして、ファインダーの中で確認してシャッターを切っています。 17mm の 1.8 っていうのはこう 25cm まで寄れるので、僕は結構こう接写でも、使います。杉の葉っぱなんですけれど、これ真ん中のこう実というか花というか、こういったものがググッと出てきて、あとがこう自然にボケてますよね。僕は 17mm 好きなんですけれど、こう被写体との距離感がですね、非常に近いので、まあ、これを撮ってこの写真を見ると、僕的にはこの時の雨の土の匂いとか、サルスベリの、香りというのか、なんか雰囲気みたいなものがこう距離でですね感じるんですけど、多分見る人にもこの僕が撮ってる、被写体との距離感が見る人に
その距離感が伝わると思うので、僕はできるだけですね、レンズの選択も、手が届く範囲内のものを手が届く範囲内で表現できるようなレンズということで 17mm、 また12-45mm の標準域のレンズがあれば十分僕の作品作りには、使えると思います。あとですね、 17mm、まあ、このシーズンではないですけど展覧会に展示してましたので、そこからいくつかピックアップしました。 F4 に絞ってますね、はい、もうきっちりくっきり四隅まで、シャープに改造してます。これ普通にカラーで撮った後に、モノクロに変換しています。曇りの日だったんで空も白飛びせず、薄いグレーな感じで、僕のお気に入りの一枚です。はい、これ深大寺の池に映り込んだ秋の絵ですね。 17mm で、5-6 に絞ってますので水面の、感じと、あと、池の奥の葉っぱ、水の奥に沈んでいる葉っぱにもきちっと、解像感がありますので、ちょっと不思議な絵になっていると思います。F2.8 です。で、露出補正がマイナス1、こういった紅葉のですね、色をぐっと引き立てるためにギリギリまで露出をアンダーに絞ってます。そうすることによって色がこうぐっとくっきり出てくるわけですね。これも雨上がりの落ち葉ですね、落ち葉が雨に濡れてしっとりとなった雰囲気が伝わるでしょうか。まだ天気が曇りでしたので柔らかい光で回り込んで、非常に葉っぱの落ち葉の質感が出ていると思います。これもカラーで撮ってますけど、まあ、モノクロに直しました。で、開放でも解像感あるんですけど、手前の枝と奥の枝もきっちり出すために、これは 5-6 まで絞り込みました。僕にしては 17mm のレンズは、まあ、絞っても大体4ぐらいまでなんですけど、まあ、5-6 に絞ることによって、シャープに、四隅までシャープできっちり解像感のある、手前から奥まで、解像感のある写真にができたと思います。これも 17mm ですね。まあ、風景のこのぐらいの距離感の絵が僕は非常に好きで、手前が自分にすごい近い位置で見えて、で真ん中に主題、これですと、水面に映り込んだ映り込みですね、まあ、ここにフォーカスを合わせてます。で奥全体の雰囲気が映っているとい こう風景の奥行きを感じるような絵作りで、これは特に、光が手前が暗くて奥が明るいので、見る人にもその奥行きを感じてもらえるのではないでしょうか。で、同じ場所で、水がですね、もう鏡のように風が一瞬止むとですね、本当に鏡のようにきれいに映ります。これはですね、逆さなんですね。実は撮るときはもちろんこれが逆さなんですけど、あまりにも綺麗に写っているので、これ展覧会の時はこういう形で逆さに展示しました。いかがでしたでしょうか。オリンパスのマイクロフォーサーズシステム、レンズの良さが伝わったでしょうか。12mm45F4、 それと 17mm1.8、 それと OMD EM5 Mark3、 ぜひセットでお試しください。